55からのたけのけこ生活プラモデル作り始めてみた13青島12分の1川崎 GPZ900R とタミヤ12分の1ストリートライダーです作業日数は約10日間総作業時間は約31時間でしたまず青島12分の1川崎 GPZ900R 基本的な工程は 1, 1マスキングとスプレー塗装2筆ペン塗り3組み立て4デカール貼りで完成です最初にタイプ違い用で使わないパーツを取り除きます1マスキングとスプレー塗装燃料タンクの合わせ目の段差をヤスリで平均化 コンパウンドで仕上げますなお、外装色はトップガン登場モデルをイメージただ、海兵隊のステッカーは持ってなくて貼りません劇中の車両のイメージと思う反艶消しブラックを選択 数日の乾燥後にマスキングテープを剥がす 2. 筆。2、筆ペン塗りを開始、なおマフラーなどブラックは在着色のまま塗装なしフロントフォークのメッキ部分の一部をヤスリで剥がす。 リアのブレーキディスクの冷却穴をピンバイスで貫通。フロントのブレーキディスクの冷却穴に塗料が詰まり、ピンバイスで復活。 塗装が終了し、各パーツは上の通り。3. 組み立てを開始します。 4デカール針りも平行して進めます。 これでで完成の予定でしたがメーカー名とモデル名のデカールがないのは契約の事情かなと思い「トップガン」と「川崎」で契約あったらこんな感じかな番にする。 青島十二分の一川崎 GPZ 九百 R 私のトップガンと川崎の契約版の完成です。次にタミヤ十二分の一ストリートライダーです1。一切り出し二筆ペン塗り三組み立ての順で行います。 トップガンへのリスペクトとしてパテで単発とボアエリを追加「タミヤ12分の1ストリートライダー私のトップガンへのリスペクト版」の完成ですご視聴ありがとうございます。終わり。